はい、皆さんこんにちは。ハリウケンゴの声やらせていただいてます、内田山です。お暑い中お集まりいただきましてありがとうございました。今日はいっぱい楽しんでいきましょう。内田さんはどうでしたか？空に溶け出しました。あ、優しい。やっぱりね、優しい。そうだよね。おいえ、おいえ、おいえ、おいえ。あー、これは今日解禁となりましたキービジュアルです。あら、より豪華。うわ、いる5人だ、5人いる、にいますよ。誰を京都、ハリウ、遠いな。ちょっと奥の方、ね、奥の方で、この画面のアップだと消えちゃうもんね。そう、あ、3人しかおらんやん。そう、いやいやいや、みんないますよ。ギューってやると、ギューってして、ギューってして、あー、現れました。素晴らしい、よかった。シックショットになりました。内田さん映り込んでます。あ、新キャラ、新キャラだ。新キャラ一番近くで内田さん、このイラスト見ていかがですか？最高です。いや、でもやっと、そうですね、僕らも、はい、出てきてですね、やっぱこう、この色味といい、やっぱこのあと光ですね、この感じがやっぱいいですよね。青の箱、どちらのビジュアル見ても思うんですけど、本当に気持ちのいい、いい絵だなというふうに思います。はい、大輝が一番目の前にいますね、千葉さん。はい、すごい爽やかな、一枚なんですけれども、なんかでもそれぞれがそれぞれを見守ってるような、目線の動きとかもあったりして、彼らの人柄がなんか出てるような気がします。うん、校舎に光るこの太陽の感じも上田さんいいですね。そうですね、やっぱりそのそれぞれのシーンでの光の描写はこの一枚絵に限らず、うん、本編中もぜひ注目していただきたいですね。ですね。ひなちゃんはちょっとキョトンとした表情ですか？ねえ、誰を見てるんでしょうかね。あら、あら、あら、俺、俺、え、あ、え、内田優馬、CV 内田優馬。目線合うな。確かに俺を見てるのか、ひな。みんなを見てるな。呼び捨てにしないでもらっていいの？ちょっと怖いです。ちょっと怖いな。すいません、ちょっと怖い、ちょっと怖いです。いやいやいや、今日もしっかりいますね。いや、そうですね、これ体育館裏なんですかね。この千夏が第1話とかでなんかこういうところでさ、こうやってやってたね、はぁってやってるところのとこかな。そうかもしれない、そうかもしれない。実演までしていただいてありがとうございます。わかりやすかったですとか、なんかいろいろ考察する余地があるかもしれませんね。ぜひこのキービジュアルもここから皆さん目にすることあると思うので、隅々までぜひ注目していただければと思います。今から待ちきれないですよね。待ちきれないです、10月になんないかな。早くワクワクお兄さん。ワクワクしてるお兄さん。あ、いいいいいい。